マリーア・カロリーナ・アントニエッタ・アデラ・イダ・ディ・サボイアは、イタリアのサボイア家の王女で、ザクセン王アントンの最初の妻。夫の即位する45年前、ザクセン選定公領が王国に昇格する24年前に死去したため、王妃ではない。サルデーニャ王、ビットーリオ・アメデオ3世とその妻で、スペイン王フェリペ5世の娘である、マリーア・アントニエッタの間の、第10師、六女として生まれた。 作戦講師アントンとの結婚が決まり、1781年9月28日に、ステゥピニージ宮殿において、代理結婚式が、同年10月24日に、ドレスデンで正式な結婚式が取り行われた。王女の結婚に際し、トリノでは、王宮やパラッツォ・ゴンティエリで盛大な祝宴が、開かれた。しかしこの結婚に乗り気でなかったマリーア・カロリーナは、今回に馴染めず、 結婚後一年ほどで天然痘に罹患して18歳で死去した。意外はドレスデンのカトリック宮廷教会に葬られた。夫は1787年にオーストリア大公女マリア・テレジアと再婚した。マリーア・カロリーナの教理での人気は高く、詩人グ・イド・ゴッツァーノもポエシエスパースという詩集の中に王女を登場させている。ウィキメディア・コモンズには マリア・キャロライナ・ディ・サバヤに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。